難民ナウのお時間です。皆さんお元気ですか？難民ナウのお時間がやってまいりました。本日のお相手は私、相田克也です。本日は、6月20日の世界難民の日に合わせて関西集会を開かれる主催団体の一つ、ラフィックの共同代表でいらっしゃいます広川芳恵さんにお話を伺いします。もしもし、広川さん聞こえますか？はい、もしもし。あ、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。広川さん、今も少しご紹介をさせていただいたんですけれども、このラフィックという団体についてですね、まずご紹介の方をいただけますか？はい、はい、ラフィックは、関西を中心とした市民で、作っています難民支援ネットワークです。あ、なるほど。ラフィック、はい、はい、そうです。ラフィックってそもそもこうどういう意味があるんですかね？はい、ラフィックというのは、アフガニスタンのハザラ人の言葉、またはペルシャ語で、友達、仲間という意味があります。これをつけましたのは、はい、アフガニスタン難民をまず支援したのがきっかけで、このネットワークができたので、このラフィックという名前をつけました。あ、なるほど、よくわかりました。そのラフィックも主催団体の一つになってですね、はい、6月の26日の、はい、日曜日に、6月20日の世界難民の日に合わせてですね、はい、集会を開催されるということなんですけれども、はい、この、集会の内容について教えていただけますか？はい、今年はですね、難民条約が、できてから、世界で採択されてから60周年、また日本で難民条約に加入してから30周年の年にあたります。しかし、まだ日本では去年の難民認定数はわずか39人ということで、これまでの、60年、30年の経緯をもう一回振り返って、どこに課題があるか、あるのかということを振り返るような内容になっております。なるほど。6月26日の日曜日ということなんですけれども、場所はどこで開催されるんでしょうか？はい、はい、大阪市住まい情報センター3階ホールになります。なるほど。これはラフィックのホームページの方でまた情報等も、はい、記していただいているということですかね？はい、わかりました。今、今回その、難民条約から60周年、日本が加入して30周年という、 こう非常に節目の年で、これまでを振り返ってということなんですけれども、はい、当日の内容をもう少し具体的に教えていただくと、どういうふうになっているんでしょうか？はい、難民条約について、難民問題、日本の難民問題、日本だけではないですけども、ずっと研究されている関西外語大学の教授の荒脇先生に、はい、お話をいただき、はい、また長年大阪では最も精力的に難民裁判実務、難民裁判をずっとやっている空野義弘先生に、裁判から見た難民の受け入れについて、話していただきます。なるほど。で、それを、はい、踏まえて、民主党の難民問題ワーキングチームというのがありまして、はい、これらの課題を踏まえて、どういう制度がこれから作っていくべきなのかということを話していただこうと思っています。あ、なるほど。じゃあ、そのこれまでを振り返ることに、加えてですね、はい、じゃあこれからどういうふうにこうそれを政策に反映していくのかとか、はい、そうしたことについても踏み込んで、考えていくということになるんでしょうか？はい、なるほど、わかりました。今回、その非常に大きな節目の年ということなんですけれども、はい、その次の日曜日なんですが、広川さんの方からどういう方に参加してほしいというふうに思われますか？はい、難民問題をまだそんなに知らない方々にぜひ来ていただきたいと思います。あ、なるほど。はい、これはあれですかね、今もお話聞いていると、大学の先生のお話であったり、はい、弁護士の先生のお話であったりとか、はい、もしくはその政党の方が来られたりということで、難しいかなっていうふうにも感じてしまう部分もあるかと思うんですけれども、はい、そうじゃなくて、今まであんまりそういうことを知らなかった方にこそ参加してほしいということなんですかね？はい、そうですね、難民問題について来てくださる方は専門的な方は当然来ていただきたいとは思うんですけども、初めて知る方にもちゃんと分かりやすいようにですね、難民申請者の方々のビデオトークもありますし、あとは難民ブース写真展、
その難民問題って一体何だろうっていうことを、うん、あのパワーポイント等で、解説の初めにありますので、誰が来ても分かるようになっております。なるほど。じゃあその深くこう関わっている方だけではなくて、その初めて難民問題に関心を持った方が来ても、はい、その難民問題ってそもそもどういうことなのかとか、はい、どういうところに問題があるのかとか、そういうことが、まあ、分かりやすく理解できるような、そういうイベントになっているということなんですかね。はい、はい、そうです。分かりました。ひろかさん、残り約20秒ほどなんですが、一言、ラジオを聞きの方にメッセージの方をいただけますか。はい、私としましては、日本でも昔は治安維持法とかがあって、十分いろんな人を弾圧してきたと思うんです、はい、でそういう意味では難民っていうのは十分発生させるような国だったで、もしかしたら、うん、難民となれなくって死んでしまった人たちもいるかもしれないというのがあります、はい、なのでそれぞれの国には事情があって、いつ私たちに起こり得ることかと思ったら、難民問題っていうのがずっと近くなると思いますので、ぜひ皆さんにも、はい、自分のこととしてこの問題に関わっていただきたいなというふうに思います。なるほど。自分のこととして関わってほしいというメッセージですね、はい、よくわかりました。ひろかさん、今日はどうもお忙しいところありがとうございました。はい、すいません、ありがとうございました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。お相手は相田克也でした。